ツイステッド・シスターは、アメリカ合衆国出身のヘビーメタルバンド。グラムメタルの代表的バンドとされ、強烈なインパクトを放つボーカリストディ・スナイダーを、要していることでも知られる。VH1 選出、最も偉大なハードロックバンドベスト100部門73位。1972年に、JJ ・フレンチラによって結成されているが、現在までの、主な楽曲は、すべて、 1976年のリースナイダー加入以降に彼によって作曲されたものである。デビューアルバムは結成から10年近く経った1982年にリリースされている。派手な名キャップを施した同家者の芸風、伝統的な HR、HM サウンドを内包したキャッチーなスタイルが特徴。結成当初はデビッド・ボーイ、スレード、モット・ザ・フープル。 ハンブルパイ、ニューヨークドールズなどのグラムロック勢から影響を受けていた。曲に関しては、ほとんどが親統一の関係や教育制度をテーマにしたものであり、ミュージックビデオやライブではコメディックで独特なものが多いのも特徴である。コミカルな部分も受け入れられ、バンド名義で多くの子供向け番組にも出演している。 リスナイダー2014年1972年12月、フランス人の JJ フレンチラによってニューヨークで結成。1973年2月に4人のメンバーが加入。1975年にボーカルとギターの支援として J の高校からの友人であったエディオヘダが参加した。しかし JJ とエディ以外のラインナップは 流動的で、認知度はなかなか高まらなかった。バンドは1976年頃までは、グラムロックバンドとして、クラブハウスなどでギグを行う程度であった。バンドは1976年に、ボーカルと作曲担当として、リスナイダーを迎えた。また、ドラマーも変更し、1978年には、マーク・メンドーサが加入した。これを機に、バンドの思考は、 アリス・クーパーやブラック・サバス、モーターヘッドなどから影響を受けた、ヘビなハードロックスタイルへと変わっていった。バンドは、D の優れた能力で大きく開花し、まずは、ニューヨーク近辺での認知度を、急進的に上げた。ファンも次第に増え、1979年には、アイルネバーグローアップナウ1980年には、バッドボーイズを自主制作でリリースした。 1982年、ドラマーが AJ、AJ ペーロに交代。メイクアップ状態のデースナイダー1982年6月、まずは、シークレットレコードから EP、ラフカッツを先行リリースし、直後にデビューアルバム、アンダーザブレードを発表した。この時期に、後に、大ヒット曲となる、We r e not gonna take it のシングルリリースも計画されていたが、 D がこの曲の歌詞を書き終える前に契約元のシークレットレコードが倒産してしまったため同曲のリリースは後に持ち越された。またこの頃からバンドは既存のロックバンドと差別化を図るために助走を強調したスタイルも開始している。その後バンドはテレビの音楽番組ザチューブへの出演を決めるとともにメジャーレーベルアトランティックレコードと契約を交わした。 1983年、同レーベルから最初のアルバム、You Can't Stop Rock'n'Roll をリリース。シングルカットされた、アイアムは全英シングルチャートで18位を獲得した。第3弾、シングル、You Can't Stop Rock'n'Roll のミュージックビデオも制作された。1984年5月には、サードアルバム、Stay Hungry をリリース。このアルバムでバンドは、 世界的な人気を獲得し、ツアーも成功した。同アルバムは、翌年の夏まで200万枚以上のセールスを記録。シングルカットされた、We Are Not g o n n a t Take It と、I Wanna Rock のミュージックビデオも制作され、MTV でも頻繁にオンエアされた。1985年3月、初来日公演。1980年代の末期に差し掛けかかると、 グラムメタルのムーブメントが収束に向かい、バンド人気も加工していく。1985年11月に4枚目のアルバム、カムアウトプレイをリリース。このアルバムは50万枚を売り上げ利益にはなったものの、前作のような大ヒットまでには至らなかった。アルバムでは、アリス・クーパー、ブライアン・セッツァー、ビリー・ジョエル、クラレンス・クレモンズなど、 著名ミュージシャンも制作に加わり、話題となっていたが、肝心のツアーでのゲスト参加が流れ、当初の計画が頓挫してしまった。また、アルバムのリリース後に、AJ ペロが脱退。公認には、上位7フランコが加入した。1987年8月、5枚目のアルバム、Love is for サッカーズオリ r をリリース。アルバムはポップな路線でテコ入れを図るも、 セールスは伸び悩む。リリースから約2ヶ月後の10月にリースナイダーが脱退。アトランティックレコードはバンドとの契約を解消する。ボーカル不在となったバンドは翌年1月に解散を発表した。復活したメイクパフォーマンス1997年、旧バンドメンバーはリースナイダー出演映画のプロジェクトに協力するため、久々に集結し、 バンド名義でサウンドトラック収録に参加した。これを契機にチャリティやイベントに参加するなど、幾度か集合を重ねるようになる。そして徐々に機運が高まり、2003年から本格的に活動を再開した。2004年、約17年ぶりのスタジオアルバム、Still Hungry をリリース。2006年にはクリスマスアルバム、A Twisted Christmas を発表した。 その後は、メンバー個々の仕事と、並行して、ライブを中心に活動していたが、2015年に、長年を共にしたメンバーの AJ ペロが高い。公認ドラマーに、マイク・ポートノイが加入した。2016年、バンドのドキュメンタリー映画、We Are Twisted F キング・シスターが上映及び発売。また、本年度を最後にファイナルツアーを実施し、 同年11月の公演を最後に活動の終止符を打った。シングルカットしたアンダーザブレードとウィアーノットゴナテイクイットのミュージックビデオが一部から両親や教師に対しての反抗的な場面を特集していると批判され PMRC の委員会によって対象作品とされたことがある。D. s スナイダーは公聴会に出席して反証している。D. s スナイダーは メイクアップパフォーマーの同業者でもあるロックバンドキッスの公認メンバーに対しオリジナルメンバーのメイクを丸々コピーするのは敬意を欠くと批判した。そして中心メンバーのポール・スタンレーとの口論合戦にまで発展し最終的にスナイダーはだったら道家もコスチュームも小道具もなしで純粋なロックだけで勝負しようと呼びかけた。ドイツ公演 最終グループショットハット ABCD リバダビアエドアルドツイステッドシスターバイオグラフィーソングズアルバムスオールミュージック2021年11月27日閲覧ツイステッドシスター伝説のライブ版を語る AOL ツイステッドシスタードラムの AJ ペロが急性バークスツイステッドシスター公認にマイクポートノイを迎え追悼公演発表 ビルボードジャパン、トゥイステッドシスターのドキュメンタリー映画、ウィ r アーツイステッド F、キングシスター、本編映像の一部が公開。アマス、トゥイステッドシスター、2016年にラストツアー、パークス、トゥイステッドシスターのフェアウェルツアーが終了。最終日11、12メキシコ公演の映像が、ネットにアマス、ハットキッス VS。 トゥイステッドシスター・バークス・ディークテーターズトゥイステッドシスターのドラマーリチャード・ティーターが主教あます。ありがとうございます。